こんにちは、日野です。今日はですね、2018年の4月の27日ということで、かなり暑いというね、なんか暑いっていうのが、あの、しょっぱな言う言葉が多いですけど、まあ、暑いっていうと本当は 暑くなってきますので、まあ、気持ちのいい天気でございます。今日はですね、まあ、電磁波についても少し、丸山信弘先生の講演会がこの前横浜の、府内フォーラムザファイナルでありまして、その中で電磁波の話も出てきたんですけれども、まあ、この対策っていうのは、まあ、すべきことをやっぱしていくべきだなって思うんですよね。で、僕自身もまだまだちょっと丸山先生の冊子とかを見ていると、あ、もっとこうしたらいいんだなっていうのが分かってきた部分があるので、またそれもね、僕自身、実践しながら、そのことをお伝えしていければというふうに思っております。で、特に Wi-Fi に関しては、かなりこう警告をね発しておられて、携帯とかだったらスマホとかであれば、その距離を離せばね、まあ、それだけ影響は少なくなるんですけども、 Wi-Fi ですと距離を保つとかなんとかっていうことよりも、もうその空間にいることでどんどんこう飛び交ってるわけですよね。だから防ぎようがある意味ないと言えるわけです。ですから、この Wi-Fi に関して、まあ、自分の家の対策をもししたとしても、それは他の隣近所の Wi-Fi の、そういうね、あれが飛んできているわけですよね、もうすでに空間上に。ですから、まあ、そういう意味では、なかなかね、こう便利になった反面、そういう弊害も出てきてるなっていうことなんですよね。で、 Wi-Fi 自体あんまり影響ないっていう人もいるんですけど、ただいろいろ見ていくと、やっぱりその Wi-Fi によって体調を崩してる人とかって実際おられるわけですよ。だから、あの、原因っていうか、その影響がゼロっていうことはまずないと思いますし、やはり何らかの対策っていうのをしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに僕自身は思っています。で、まあ、その対策方法もいろいろありますので、それもお伝えしていきますけれども、メルマガの方でもね、まあ、基本はマックスミニ V とか、ブラックアイっていうのを貼っていただくっていうことになるんですよね。まあ、そうすればその Wi-Fi に関しては完璧ではないとは思うんですけど、完璧にね、全て防御できるかっていうと、まあ、そうはいかないと思うんですけど、ただ、害を中和できるっていうね、風に捉えていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、実際にその今日のメルマガにも挙げたんですけれども、 Wi-Fi の、置いた部屋と置かなかった部屋で、その発芽実験っていうのをね、何かどっかの外国の学生さんが、されたんですよね。で、そうしたところ、Wi-Fi のある、環境のある部屋だと発芽が全くしなかったっていうね、まあ、結果になったんですよね。で、何もその Wi-Fi の影響がないところでは当然普通のように発芽していたんですけれども、だからそういう、発芽に関してもかなりの影響が、出てるということですから、やはりその成長を阻害するというのか、あまりいいものではないなって思うんですね。まあ、そういうことで、うまくね、そういったことも活用していただければ、いいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、 Wi-Fi 対策、赤ちゃんの、お腹の中にね、母体の中に赤ちゃんがいる、まあ、羊水っていうのも、その羊水っていうのは電解質だということで、それは電気を通してしまうそうなんですよね。ですから、妊婦さんがそういう Wi-Fi のいる環境とか、まあ、電磁波まみれの環境にいるっていうのは極めて危険なことであると。まあ、そのお母さんだけじゃなくて、母体だけじゃなくて、子供にもね、胎児にも影響がいってしまうっていうことですので、まあ、それも、気をつけていただいて、やっぱこれ知ると知らないと、全く知らないでいると、やっぱ普通にスマホして、Wi-Fi のいる環境でパソコンしてっていうふうになってしまいますから、本当にそういう危険だっていうことすら知らずに、そういう環境に無防備でいるっていうことになりますよね。だからできることはやっぱ対策して、で、知ることは知ってっていうことをね、していく必要があるなって思います。で、その上で対策して、あまり怯えすぎずに、これでね、大丈夫だと、ある程度できる、これで対策できたというふうにして、まあ、ゆったりした気持ちでいるっていうのが一番ベストだと思うんですよね。まあ、そういうことでね、またこの、電磁波とか Wi-Fi に関しては、メールマガとかでも、こう繰り返し
なんですけどね、繰り返し、まあ、伝えて、広めて、知っていただければいいなっていうふうに感じております。ということで今回は以上になります。ありがとうございます。